車載用6軸 IMU センサー ASM330LHH を使用したリアルタイム姿勢トラッキング及びショート検知デモをご紹介します。 ASM330LHH は対温度安定性と対時間安定性に優れた車載対応の6軸 IMU センサーです。こちらの表にあるように各速度のゼロレートレベル温度特性はプラスマイナス 0.005dps パード C、 加速度 0G レベル温度特性はプラスマイナス 0.10mg パード C を実現。最大動作温度は 105°C に対応しており、ナビゲーション、ドライブレコーダーの自律工法や盗難防止装置の衝撃・傾き検知などノンセーフティー車載機器向けに最適です。次にデモ内容についてご説明します。 STM32L4 マイコンと ASM330LHH が搭載された評価ボードを使用し、三軸加速度センサと三軸ジャイロスコープを用いたセンサーフュージョンにより車体の傾きやピッチングなどをリアルタイムに検出すると同時に、加速度センサによる衝撃検知を同時に行うデモをご覧に入れたいと思います。それでは動画をご覧ください。こちらは車載向け6軸センサー ASM330LHH のデモです。こちらの評価ボードに ASM330LHH と STM32L4 マイコンが搭載されております。6軸センサーのデータから STM32 で 6軸センサーフュージョンの演算をリアルタイムに行いまして、このように姿勢をリアルタイムに検知して表示するということを行っているデモです。こちらのセンサーを車体に搭載しておけば、車体の回転方向ですとかロール、ピッチといった車体の動作をリアルタイムに検知するということができるようになります。さらにもう一つ、こちらの評価ボード上には、衝撃検知の機能も搭載しています。こちらのグラフが今赤い線が見えておりますけれども、通常の状態を示しておりますが、こう車体の動きを検知しながら、こう衝撃が加わった時に、衝撃が加わったよというフラグを立てて、知らせる、検知することができるというデモになっております。ご視聴ありがとうございました。